韓国は世界での立場と責任感を重視しておらず、その問題行動が目に余る。30年間を朝鮮研究に費やした政治社会学の権威、アンドレイ・ランコフ教授。そんな彼が韓国に対して述べた見解が、世界中を驚きの渦に巻き込みました。韓国の SNS では連日、教授のこの発言が取り沙汰され、教授のことを批判する人々が続出。しかし、世界的に見れば教授の発言内容は深く吟味され、様々な意見が飛び交うという、異例の状況が生まれていました。今回はランコフ教授が放った一言が、一体どんなものだったのか、韓国の状況も加味した上で、詳しく見ていきたいと思います。それでは、早速一緒に見ていきましょう。ぜひ最後までご覧ください。アンドレイ・ランコフ教授。彼はロシア出身の世界的に著名な政治社会学者です。ロシアの名門大学であるレニングラード大学の東洋学部を卒業後、2004年からは韓国ソウルの国民大学校で教壇に立つ権威ある人物です。また、彼は30年以上をも朝鮮半島の研究に費やしており、朝鮮半島についてはスペシャリストと言っても過言ではありません。彼の蓄える知識と、そこから導き出される見解は世界的に注目されており、イギリス BBC やアメリカ CNN、 ウォール・ストリート・ジャーナルなども彼に何度も取材をしています。そして今回ランコフ教授が世界に投げかけたのは、ナショナル・インタレストという歴史ある雑誌に掲載された記事でのことです。ナショナル・インタレストではあくまでも現実的な側面から物事を解き明かし、文化的、経済的、そして歴史的にその国の情勢を見ていくという特徴を有したものでした。ランコフ教授が載った記事のタイトルは、韓国は中堅国家として成り立っているか。そのタイトルから韓国にとって非常に関心を引くと同時に、センシティブな内容を含むことを予感させられますね。中堅国家とは定義は実に様々ですが、ここでは超大国、大国ほどではないものの、一定の影響力を有する国として位置づけられています。例えば国際連合安全保障理事会の常任理事国であるロシア、イギリス、フランスなどは大国と考えられています。アメリカは世界的に強大な影響力を持つ国であるため、超大国と考えることが一般的です。また日本もその定義から大国と分類されているようです。今回の記事から類推するに、韓国はこのどちらでもなく、あくまでも中堅国家、またはそれよりも小さな影響力の国であると考えられていることがわかります。ですが、これは韓国の人々の考えとは少しばかり違っているようです。なぜなら、韓国を大国だと考える専門家は韓国国内に大勢いるからです。2020年に刊行された追い越しの時代と銘打たれた書籍には、韓国は現在日本をリードする立場となったというふうに述べられています。この追い越しの時代は韓国国内でベストセラーを記録したと同時に、多くの韓国人から支持を得たことがわかりますね。さて、こういった韓国の人々の考えに問いを投げかけたのが、今回のランコフ教授の見解が載った記事。ランコフ教授は韓国に対し、世界的に見て韓国は十分な経済力を備えていることは認める。しかし、それでも韓国は国家としての視野が狭く、国際社会への貢献にも全く寄与していない。それらの点から中堅国家たりえないと持論を展開しています。ランコフ教授はここのコメントにもある理由を踏まえて3つの問題点を指摘していました。1つは、韓国に国際問題へ向き合う姿勢が見られないことを挙げています。オーストラリアやスウェーデンなど他の中堅国家を見ていけば、すでに国際問題への参画に対して意欲的な姿勢を見せていることがわかるとランコフ教授は唱えます。しかし、韓国は国際問題に国として向き合う姿勢が全く見られず、自国の利益だけを求めて立ち回っているというのが今回の指摘の理由でした。確かに独立した国ならば、国際問題に対して我関せずの姿勢を貫き通すのは無茶な話です。そういった自国中心の考え方は必ず他国との軋轢を生むきっかけとなります。
それは過去の歴史と照らし合わせても明確であり、現在の国際情勢を鑑みれば、韓国も向き合わなければならない点が数多く存在していました。例えば、捕鯨問題などが挙げられるでしょう。韓国は捕鯨に関する声明を一切出さず、賛成とも反対とも言わない立場で一貫しています。しかし、そんな状態で彼らは、年間約2000頭ものクジラを捕獲しています。韓国政府はこのことに対し、漁獲のための網に偶然引っかかっていたに過ぎない。どの国でも起こりうることだ。と述べています。例えば、このような偶然目的外の獲物が網にかかることを混獲というのですが、日本の年間混獲数はおよそ100頭ほど。つまり韓国は、その20倍もの数字のクジラを誤って捉えてしまったと主張しており、これには他の国々も韓国への信頼を落とす結果となっています。韓国は捕鯨問題について、はっきりとした立場を主張しないことで、国際的な追及を免れ、その裏で捕鯨を繰り返していることが今回の問題の重要なポイントです。このような立ち回り方をしていては、国際問題に我関せずの姿勢でいると言われても、仕方ない気がしますね。次にランコフ教授は周辺地域との関係性について、2つ目の理由として述べていました。大国に及ばない多くの国は、周辺の他国と、同盟や協定を結ぶことで自国の立場を守ります。例えば東南アジア諸国連合 ASEAN などがその代表例でしょう。 ASEAN には50年という歴史があり、それらに属する一つ一つの国の影響力は乏しくとも、連合としての活動が本来の影響力を何倍にも大きくさせていました。しかし韓国はこういった同盟関係を結んだ国が一つもありません。むしろ周辺国との関係性は最悪と言ってもいいでしょう。ランコフ教授はその中でも日本との関係を取り沙汰して韓国への見解を述べています。日韓問題への向き合い方を韓国はもっと繊細かつ丁寧に取り組まなければならないだろう。彼らが日本に対して取っている姿勢は非常に幼稚で、特に韓国国内での動きを見ていればその危うさが現実味を帯びて理解できる。本来なら友好関係を結ぶことも可能であるのに、国内への情報操作や政府の立ち回りで日本の信頼を落とし続けるばかりだ。また台湾との関係についてもランコフ教授は警鐘を鳴らしています。韓国が台湾との関係を改善させるべきだと専門家なら誰でも考えるだろう。しかしそれを実現できないでいるのは中国との対立を招く恐れがあるためだ。韓国はその可能性から実に弱気な姿勢で外交に臨んでいることがわかる。これらの指摘からもわかるように、韓国はいつまでも過去の対立にとらわれたまま現在の国と国の関係性に向き合おうとしていません。ここでは日韓関係、台韓関係を見てきましたが、いずれにせよ国と国の結びつきを軽視する韓国の姿勢は今後ますます彼ら自身の首を絞める結果につながりそうです。そして最後にランコフ教授は韓国の人々がみんなここまで述べてきた自国の外交姿勢を支持していることを理由に述べていました。ランコフ教授は現在の韓国国民の間で排他的な考え方が根付いてしまっており、政府の外交姿勢に対して全くの疑問を抱かないどころか支持してしまっていることに問題があるとしたのです。韓国国内には250万人にもなる外国人がいる。しかし彼らに対して韓国の人々が取る態度は最悪と言って差し支えない。自分たちこそが最も優れていると考え、外国人に対して差別的な態度を取り続けている。まるでそこに存在などしていないかのように、韓国は国として国際的に孤立しつつあるが、国民も外への関心を一切持たず、むしろ積極的に排除していこうとするのは非常に危険な状態である。このような問題の例として、韓国では国際結婚などが現在問題視されているといいます。韓国の農村部や漁村では都市部に女性が流出してしまうため、外国に結婚相手を求める男性が少なくありません。こういった場合、多くはベトナムやカンボジアなどにその視線が向くそうです。ところがもしもそれらの国の女性が韓国の男性に嫁いだとすると、夫から暴力を受けたり、
お家同士の関係性の悪さが問題となり、多くのトラブルが発生しているといいます。実際このことをベトナム政府やカンボジア政府は重く捉えており、韓国人男性との結婚に制限をかけたほどです。国際結婚は日本をはじめ今となっては決して珍しいことではなくなりましたが、このような措置が取られたのは前代未聞のこと。韓国の人々が外に向ける態度が非常にわかりやすく垣間見えた例と言えるでしょう。これらの理由からランコフ教授は韓国を中堅国家たり得ないと結論付けたのでした。このような記事が掲載されると、途端に韓国国内の主要な SNS では教授に対してのヘイトが高まっていくこととなります。韓国が中堅国家ですらない、一体これまでどんな研究をしていたのか。この教授は自身の無知を世界に知らしめただけ。韓国はすでに一国として多大な影響力を有している。だから他の国との結びつきを必要としないだけ。韓国のことを一番分かっているのは我々で、国内の専門家がはっきりと韓国は大国だと見解を述べているのだから、よその専門家が分かったように言ってくるのは迷惑。どちらの立場も示していないのだから、これまで通りの取り組みを続けることの何が悪いのか。そもそもまだ結論が出ていないのだから、責められる言われなどないよ。このコメントを見るだけでもランコフ教授が指摘した、韓国の中に渦巻く問題が透けて見えるようですね。韓国はまるで自分たち力だけでここまで国を発展させてきたと言わんばかりですが、韓国の経済発展には日本の援助も大いに貢献しているという過去があるのです。実は過去日本が韓国を支配していたというのは皆さんはご存知でしょうか。1910年の韓国併合から1945年までの間、日本は韓国を植民地支配していたのですが、その間に日本政府はハンスンを慶城、すなわち現在のソウルと改称して朝鮮総督府を置き、多くの交通インフラを整えていったのです。他にも日本が韓国の植民地支配を終えて久しい1965年の日韓基本条約で、日本と韓国との友好関係を修復しようと試み、約11億ドルの資金援助まで行っています。こうした日本やアメリカなどの他国からの資金援助によって、韓国国内には発電車やダムなども設置され、より大きく発展していったのです。そもそも1910年以前の韓国の財政状況は完全に破綻一歩手前でした。国としての仕組みは全く機能しておらず、国内では相次いでクーデターが起こっていたほどです。1905年に日本が韓国の外交権を握る、韓国保護権確立の件が閣議決定されると、そんな韓国の内政も徐々に落ち着き始めます。1910年、戦術の通り朝鮮総督府が置かれたことで、ようやく本格的に韓国の内政が取り仕切られ、土地政策や教育文化政策、奴隷制度の撤廃が進められていったのです。それまではどれほど政治的に施策が試みられても全く効果は発揮されていなかったのですから、韓国を統治した日本が韓国のための制度を広げ、それが現実的に機能していったというのは紛れもない史実だとわかります。特に奴隷制度は当時非常に大きな問題として国内で横行しており、日本が教育制度と関連付けてこの奴隷制度を撤廃するよう進めていなければ、確実に韓国の自治は破綻していたでしょう。こうした点も日本が韓国にもたらした影響は大きいと言えます。多くの韓国人は自分たちがどん底から自力でのし上がってきたと考えているようですが、これらの歴史を見て未だに国際的なつながり協調を軽視するというのであれば、彼らが諸外国の方から排他的に扱われる日も近いことが想像つきますね。実際韓国国内の声とは裏腹に、今回のランコフ教授の指摘に対して他の国々では賛同の声も多く聞かれているのです。なぜ自分たちは特別で何をやってもいいと本気で思っているのだろうか。勝手にやっていくだけの力も足りていないのに、大口を叩いているだけではないか。支援されたここまでやってこれた記憶すらなくしているんだね。これは何を言っても無駄なわけだ。勝手にしていると言いたいけど、その勝手な行動が周囲の国に迷惑をかけているのだから。なお、たちが悪い、
余計なことばかりする国という印象を今やどの国も持っているんじゃないかな。いかがでしたでしょうか。彼らは今や現実を全く見ておらず、自分たちが矢面に立たされれば誰であろうと噛みつくほど排他的な考えにとらわれているのかもしれません。いずれにせよ、もっと現実的な話が彼らに襲いかかった時、彼らはどう対処するのでしょうか。今後も同じ姿勢を取り続けるのは難しそうですが、彼らの対応に注目しておかなければなりませんね。本日の動画は以上です。視聴者様からのコメントが動画制作の励みになっております。ぜひともご意見をお寄せくださいませ。ご視聴ありがとうございました。